どうも、青恋チャンネルです。皆さん、こんにちは。こんばんは。皆さん、こんにちは。こんばんは。イケボ担当その1、マサルこと井野マサルです。イケボ担当その2、タツこと全財達也です。このチャンネルは僕たちイケボ担当2人と萌え担当つか子による3人ユニットでお送りいたします。はい、ということで、はい、青恋チャンネル、今回は特別編として、はい、できるオメガは年下アルファに抱かれたい音声化記念特別編をお送りいたします。おお、そして皆様、はい、お気づきでしょうか。多分気づいてると思う。そうですよね、背景がいつもと違って、うん、デキオメの特別仕様になっているんです。実は、うん、パチ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 、すごいね。これはね、マサルと僕が声を当てさせていただいた矢頭と東賀さんになります。そうなんです。かっこいい方、もう両方かっこいいんだよな。両方かっこいい両方かっこいい。あのね、美しい。美しいね。美しい。我々はこんなにかっこいいキャラクターの声を当てております。うん、なんか緊張してくる言い方してるねそれはいはい、というわけで、はい、本日は、はい、まあ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 、皆様特別編ということで分かってると思いますが、お、素敵なゲスト様が番組に遊びに来てくださいました。早速、はい、お呼びいたしましょう。はい、漫画家の佐藤幸則先生です。どうぞ。はい、どうも、佐藤幸則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしたか？はい、元気でしたもうまず、あの、素敵なイラストありがとうございます。 ありがとうございます。こちらこそ感激です。感激です。もう涙が溢れるぐらいの喜びですはい、矢頭は本編でね、そこまで描かれることが少なかったので、こうやって書き下ろしで見れるなんて、あの、一ファンとしてめちゃくちゃ嬉しいですいや、私も書かせていただいてありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで本日なんですが、うん、青恋チャンネル用に呼び方を、あの、決めさせていただきたいんですけども、はい、なんてお呼びすればいいでしょうか？じゃあ、あの、皆さん下の名前なので私も、はい、あの、わがまま言って雪乗りでいいですか？わかりました。雪乗りさんで。もちろんです、はい、もちろんです。ちゃんと雪乗りさんでいきます。はい、ちゃんとよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、雪乗りさんの紹介を軽くしていきたいと思います。お願いします。はい、まずご職業がですね、漫画家さん。おお、漫画家さんです、はい、漫画家さんなんですね。絵が描けるって本当にすごい羨ましいです。素晴らしい。いやいや、僕も一時期漫画を描こうとして描いた時が小学生の頃ありました。ありましたね。ありましたね。そうなんですね。そうなんですよ。人面犬のストーリーを描きました。うお、ちょっと見たいですそれなぜか目が覚めたら自分が人面犬になっていたっていう漫画を小学生の時に書きました怖いね。まあまあ、それは置いといて。危ないよ、気にしないでください。人面犬にはまる時期があるんですよ、男の子。あるんだ。あったかな。なかったあったかもしれない。はいはい、で、うん、そしてですね、その漫画家さんということで、はいはい、できるオメガは年下アルファに抱かれたいの、うん、作画の担当などしています。うん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 、はい、いや、お世話になっておりますって感じですよね、我々からすると。そうだね、うんうんうん、もう大変お世話になってますね、うんうんうん、でね、その、うん、僕たちのその青恋チャンネルと姉妹である青恋レコードからリリースされる第一弾タイトル、さっきも言ったんですけど、うん、できるオメガは年下アルファに抱かれたいの収録の際に、スタジオにね、うん、あの、来ていただいてたんですよね。はい、もう初めてそちらに、あの、そういった収録のところにお邪魔したんですけれども、はい、いや、すごかったです楽しんでいただけましたか？いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです
結構長丁場になっちゃいましたけど、うん、疲れませんでした、はい、いやもう時間もあっという間でなんかはい1時間が本当1秒とか1分ぐらいのそれもあっという間ですねそんなすごいあっという間に終わっちゃいましたもうずっとあそこにいたかったですあでもいいですね。ちなみになんですけど多分僕らの、はい、あの収録も見ていただいてたと思うんですけどもはい、うん、なんか僕らに感想とかあったら僕らのご様子などご様子など、はい、いやもうあの青恋チャンネルの方をあの私もちょっと拝聴させていただいてるんですけれども ありがとうございますいつもと同じの目の前に青恋チャンネルがもう展開されてるような感じで、はい、もうすごい楽しかったんですけどいざなんか収録が始まるともうお二人ともさすがだなっていうぐらいに今全然違くてでもびっくりでしたもう最高でしたあそんなに褒めてもらえるとは我々の方が、ね、本当になんだろうね、うん俺たち2人で入ってリラックス しながらやってたからかなこの青濃い空気を出してたのはそうだねなんか緊張したけど、うん、超える楽しさがあったっていうのがね大事だよ ね、うん、それが溢れ出てて、うん、いきのりさんにも伝わっていたといううんいやもうすごい楽しかったですいや楽しかったですねなんかあのなんかこうすごいいい収録だったなっていう思います、うんね、演じた側としてもそうだね楽しくてよかったですあそして実はですね今回、はい、原作者塚本真由美より書き下ろしの台本が届いていまして、はい、立つと僕で生芝居をしなさいとしなさい命令しなさいとミッションがさせていただけるんですかって気持ちなんですけどはい我々としてはね、そうだね我々台本男子としてはそうですね そうだ台本我々男子台本台本男子なんで今日合わないのダメだ今日合わないダメだ今日合わないんだせっかくゲスト様がいるのに今日合わない日だよ緊張してるからねで内容がねそのね、はい、マサルの役の、マサルが演じた役の、トーガさんとはい、僕が演じさせていただいた矢頭と、なんで矢頭だけいい声で言ったこの二人のお話なんですそうだね、そうでね、漫画本編では描かれていないシーンの物語で、台本読んでね ここが演じれるんだっていうのすごい楽しみなんでそうだね、はい、ある意味始まりだよねそうだねそうそうそう前日談前日談、うん、ってやつだねそういうこと楽しみにしてますあ、はいお願いしますというわけで早速はい行ってみましょうお願いしますお願いしますできるオメガは年下アルファに抱かれたい番外編真実へ出演トーガ伊野勝る矢頭全財達也お前か俺を探し回っていた男ははいやっとお会いできましたね赤眼の矢頭そして我々狼種族の王佐白狼とはまだ生き残っていたかええ私と私のつがいが最後の生き残りでしてそうか今までよく無事ではい三人の子供にも恵まれましたいずれの子も白狼です血はつながれたかはい矢頭私はあなたに伺いたいことがあってここまでやってきましたあの戦争の後獣人兵の指揮を取っていたあなたが軍からの追跡を逃れるために片腕を落とし行方不明になった。一体何があったのですか？この国の中で一体何が起ころうとしているのですか？それを知ればお前もただでは済まない。
巻き込むことになるぞ。元より承知です。覚悟はできているということか。ええ、そのために何年もあなたを探していたのですから。ならばついてこい。俺が見た真実のすべてをお前に話してやろう。真実のすべて。我々獣人がなぜ存在しているのか、そしてこの国が何をしようとしているのかを。望むところですよ。バカな男だ。お互い様でしょ。きっとこれは我々狼の血なのでしょうね。そうかもな。続く。はい、ありがとうございました。終わりました。いやー、すごい。緊張した。いやー、緊張したね。いやー、緊張した。緊張した。大変緊張しました。いやー、めちゃくちゃ良かったです。久しぶりにお声聞けてすごい良かったです。お会いできましたか？いらっしゃいました、お二人が。トウガとヤガシロに慣れてましたか、我々は。最高です。そう言っていただけてありがとうございます。ありがとうございます。いやだ、多分ドラマ CD の収録の時より緊張したかも。ワンチャン、あの、確かに喉が喉が異常気象を発してるから、確かにそうかもしれない。すごい緊張したね。いやー、これでこの緊張感から解放されたね。嬉しいんだよ。でも演じることは嬉しいんだよ。そう、嬉しい、うん、嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、うん、緊張は緊張するっていう。なるほどね。緊張は緊張するってなんだろうね。いや、いい言葉だと思うよ。これから使わせてもらうね、それ。よし、どんどん使っていってくれ。はい、そして本日ですね、はい、なんと、うん、音声ドラマ版、はい、できるオメガは年下アルファに抱かれたいの、はい、ゆきのりさん書き下ろしジャケットを初公開いたします。うわ、熱々の、はい、出来たてのほやほやということで、こちらですか？はい、こちらです。うお、うわ、あ、そっか、そうなんだよね。大人のひながなんだね。そっか、いや、もうそっか、大人だね。大人、あのね、ひながはね、あの、子供の頃は可愛いんだけど、大人になると美しいんだよね、うん、本当に美しい、うん、美しい。綺麗なんだよ。綺麗。イラストがとてもとても綺麗です。うん、これはジャケ買いする人もいるんじゃないかな。あ、そうだね、ジャケ買いだね。何かポイント、ここめちゃくちゃ気合い入れて書いたんですよっていうとことかあります？いや、もう今お二人が言ったように、あの、はい、大人ひながってやっぱり結構皆さんに見せたいっていうところがあって、もう子供の時もそうなんですけど、子供はあの漫画の方でもう、はい、たっぷりと皆さんの方にはお見せできたので、そうですね、ここぞとばかりにあのジャケットの方は、はい、あのかなりはい、頑張って描かせていただいたのと、あと、カラーでしかこう表現できないあのまつげが、やっぱりどうしてもモノクロだとちょっと表現できないところがあるんですけど、カラーだともうバチバチにまつげを生やすことができるので、そちらをちょっとあの見ていただきたいなっていうのはちょっとあります。その魅力が大爆発しております。ね、そうですね。見とれてた。俺も今5秒間くらい見とれてたんだ。まつげアップにして見てた。うん、やっぱね、こういう細かいのはさすが、やっぱ書いた人の先生っていう感じがしますね。ここを見てほしいっていうとこ聞けるっていうのもいいね。ああ、そうだね。ぜひぜひ皆様も要チェックしてください、うん、最後までご注目して見てください。はい、はい、以上特別企画コーナーでした。青恋レコード。青恋レコードより
2023年配信が決定した BL 音声ドラマ ebook イニシアティブジャパン BL フランのできるオメガは年下アルファに抱かれたい。原作塚本真由美、作画佐藤幸典。連載版できるオメガは年下アルファに抱かれたい1から7話をまとめた合本版が配信。環境省獣人保護本部に籍を置くエリートオメガの藤崎いずほは、両親をさらわれある村に逃げ込んだ絶滅危惧種の半人半獣種白狼の少年たちを保護することに。さらわれた長の代理でいずほの前に現れたのは、凛とした瞳が印象的なアルファの少年ひながだった。初めて感じる胸のざわつきに戸惑ういずほ。この出会いによって運命の歯車が回り始める。白狼の少年アルファ、人類最強オメガのドラマティックオメガバース。 ebook イニシアティブジャパンサイトほか各電子書籍店にて好評配信中。皆様よろしくお願いいたします。青恋チャンネル。というわけで、青恋チャンネルデキオメスペシャルのゲスト様回いかがだったでしょうか。実はなんと後半に続きます。そうなんです、後半はゲストコーナー、ゲスト様恒例のあの萌えシチュを、あれか、塚子さんが台本を書き下ろして、マサルと僕とでね、はい、ゲスト様の前で生芝居をさせていただくというあの、うん、緊張のコーナーをやらせていただきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみにしてます。よろしくお願いします。いや僕らもね、うん、ドキドキです。まあ、ちょっと読ませていただいてね、台本を、うん、そうなんです。俺はこれはこれはという、そうだね、俺は正直、俺って言っちゃったけど、俺は正直、うん、楽しめそう、うん、いや私もですよそれは。もう役に入っちゃってる感じするもん、うん、今、うん、今惑わそうとしてるから、皆さんのことを私っていうことによって、うん、そういう私がつく役をやろうとしてるんじゃないかっていうね。あの執事か、あ言っちゃダメ。はい、タイトルが、はい、俺のイケボ彼氏は酔うとさらにイケボになります。すごいですね、はい、萌え質が萌え質がすごいことになってる。そうですね、なのでちょっとね、皆さん後半も引き続き、はい、楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくね。